深海専門の漁をしてます。まだまだ深海は未知の資源がいっぱいあると思いますので、まあ、今回そのオオグソクムシをせんべいに商品化したんですけど、今後まだまだ、いろんなものをこう皆さんに発信していけたらと、そしてあわよくば焼津の町おこしの一助になればと思って、まあ、焼津イコール深海魚の町と言われるぐらい2人で頑張っていきたいと思います。